まだ私の美味しいものリストに入ってるよ。本当に賑やかだね。人間がいっぱい。あれ、おいしくない。鶏の丸焼きも？手伝ってくれる？尻尾をカバンに入れるのを手伝ってほしいの。自分じゃ見えないからうまくしまえなくて。約束を破るって何？まだ気にしてたの？あの後、私たちは…その…触ってもいいよ。
緊張してうまくできないよ。夏をお得に新作先取りユニクロ欲張りサマーウィーク第4弾。今すぐ使える夏の定番。ケン君、おはよう。昨日回収するのを忘れてたから。起きたらやることなくって、死んだ魚みたいになって寝てる玄君を見ててもつまらないし。今日も出かけるの？私は本を読んでるね。もっとたくさん人間の世界に行けたらいいな。山から町を見た時はね、家が小さな箱みたいに見えたけど、その小さな箱の中には私が全然知らない世界があるんだって分かったの。本当？また一緒に行ける？わかった。
私がもうちょっと大人になったら耳と尻尾を隠す妖術が使えるわ。そしたらずっと人間の世界で遊べるね。そうなんだ。だから元君は朝から晩までずっと仕事をしてるんだ。じゃあ私にくれた服もお金で買ったの？たくさんあったからお金いっぱい使ったでしょ。私もお仕事しなきゃ。ケン君のお金を使っちゃったらケン君が欲しいものを買えなくなっちゃう。目が疲れたの？寝不足？もしかして私がいるから。私が片付けるから休んで。